おはよう。2018年、6月の5日15時です。よろしくお願いします。急いでデータ仕上げましょすごいね。1時間で72万円。すげえ。野田総理そんな稼いでんの。ありがとう。ふわチョコ玉ありがとうございます。アイテムありがとう。すごいね。マジかよ。俺なんか1ヶ月かかってね、50万もいかないのによ。嫌になるぜ、ほんとに。すごいね。あ、ゆうさんいらっしゃい。はい、ワードツー、アイテムありがとう。おはよう。はい、おはよう。のんちゃん、隣に来てチェックしてほしい、のりこの絵だから。20分ぐらいで間に合えばいい。
風船ガムありがとうみんな。ニンニありがとう。今まで無理アイテム、無料アイテム誰もあげてなかった。おお、そうだった。ぜひぜひちょうだい。さてと、どうすっかね。和道士以外花火開けたことない。嬉しいこと言うね。和道リスナーの鏡だね、うん、本当に。嘘でも嬉しいよ嘘でも嬉しいよっつったら信じてないみたいだよね。失礼だよね。そういうとこだよねなんで嘘前提なんだよってなるよね そっか、トリミングした方が早いんだ。分かった。削除。トモさん、嘘でも嬉しいよ。やだやつ。嘘なんだろ？なんかドレさんの放送みたいになってきたな。嘘でも嬉しいよ。本当はあれだろう、おっぱいの大きい子にあげてるんだろう。かわいい子ちゃん、かわいい子ちゃん、いやほーいっつって投げてんだろう知ってんだよ俺は。あれ？あれ？あ、間違えた。
伸ばすのどうやってやんだ。おっぱいに興味ねえ女なんか いるのかよ。自由変形ツール、フォトショップの使い方わかんないよな。アルイスいらっしゃい。アミ2号いらっしゃい。ちゃんとね配信ねコメントね読むんだけどね人気出ないんだよ、うん、おい金魚、金魚鉢ごめんね。あのね、Tシャツの名前100人ぐらいいて、唯一名前を入れ忘れたのが金魚鉢だった金魚鉢の名前を入れ忘れて、で、金魚鉢の名前を入れ忘れて、で、一番いいところに入ったから、ちゃんとダブルチェックしたら、俺入れたつもりだったのかな、コピーペーストとかバン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 やってるじゃん。消えちゃったみたいで、ちゃんと名前入ったから気分悪くしないでね。ルシーいらっしゃい。太郎丸さんいらっしゃ いや金魚鉢は入れたよとか言って、あれあれっつって、そうしたら数がね、あ金魚鉢に、金魚鉢さんにチクってやろうって言ってた。そうチクられる前に自己申告する、入れ忘れた。ただ俺はできる子だから大丈夫だった。いやこれ拡大ってどうやってやんだ。だからフォトショップ先輩いない、この中に。フォトショップ先輩選択はしてる、拡大ができないの。フォトショップ先輩いませんか。よっしゃ、カズより先に言ってやった。編集全部編集だわ編集するソフトだから、フォトショップに編集をしない機能なんか一つもない自由変形だ、あった。あ、のんちゃんの言ってた通りだった、編集だった。いや、フォトショップ使えんの、のんちゃん。のんちゃん、ちょっとだけ使えたんかい、お前。なあ、お前がやれや、これ使えたんかい、マジかよ。え、ちょっとしかできん。いや覚えればいいじゃん。色調補正2回超過でいいのかな。あ、いいじゃんいいじゃん。のりこ早めに来て、要は劣化しちゃうのは劣化しちゃうから、どこまで妥協できるか、もうスピード勝負だから。でもこれが原画なのね、うん、俺を T シャツに今からはめ込むんだけど、その素材ここの部分とか白くしたいのよ俺は。で今からやるけど、イメージ大丈夫か。でかくしないと分かんないよな。しまってね。例えばさ、このザラ、あ、このザラザラ感残した方がかっこいいかな。はあえて。そんな気する？のりこんこだわりだもんね。これ残した方がいい。うん。じゃあそうする。じゃあこのままいくわ。ちょっと見てて。じゃあ。これあえてこっちの方がいいかもね。でもさ、こういうなんか細かいのは消したいなって。鉛筆の跡だよねこれ。だよね多分。ちょっと頑張ってみるわ。残るかどうか分かんないから見てて、ちょっと。つえデブって言わないのよっさんに会ったらね、よっさんってなんでそんなリアクション薄いんですかってさ、俺和道さん苦手なんだよとか言われた渡辺さんおはよう。で小島ブランクになんで嫌われてんのかなっつったら、和道さんニコ生の時覚えてないのっつって、あ思い出したっつって
嫌われるわって言うと小島さんに言われちゃったよ。ファンさんニコ生で何やったか覚えてないのつって、覚えてますつって、こうするじゃん。ちょっと待ってね、あ、でね、弾丸塾ね、今日の夜ね、8時にまた打ち合わせ行くから、多分今日の夜発表だわ、弾丸塾。弾丸塾、今日の夜発表です。皆さん、今日の夜、ツイッター僕の、期待しててください。OK。一旦これ終了して。来たよ、こっちにぶち込むじゃん。北郷さんからゴーサイン出たらしい。大変だよね、あのさ、1個の動画に 3,4 人がさチェック入って全員が OK 出さないと動画公開にならないっていうのがさ、笑えない。プロってすごいよね、作るすごくない？1個の撮影で、あ、7日1週間ぐらいかかってんだよ。そこなんか配信者と全然違うから面白いよね。これくらいでいいか、とりあえず。でライブトレース、潰れるんだよな、やっぱ。ちょっとちょっと待ってね、これ1ピクセルにして、1ピクセル、みんなリツイート頼むね、弾丸塾のツイッターリツイートだけ協力して、拡散だけ。これが限界になるんだよ。どう思う？いいんじゃないかね。いい、いいんじゃないかねっつって。こんな感じになっちゃうけど、うん、ザラッとしちゃうよ。うん、いい、うん。言ってた意味わかるでしょ？こういう風にやると、うん、そのまあでもこれはこれで味あるよね。うん、いいんじゃないかね。うん、じゃあこれを今から編集するからそれも付き合って、ちょっと見てて。お勉強。のんちゃんが今度作るから、もうのりこに担当させるから、これはこうやってやるじゃん、うん、でこれをグループ解除して、あ、めんどくさ、マジか、あ、めんどくせえ、マジか、これマジで言ってんのか、めんどくさいかも。見ててね。あ、かっこいいね。かっこいいね。のんちゃんの作品がみんな来てくれるってよ。
ず目立つところだけ行くよ。うん、いいね。いいよ。アイテムありがとう、ヒゲじいさん。ありがとうございます。細かいの書かないでって言ってた意味がわかるでしょクソだるいでしょこれ。これもうしらみつぶしにするしかないからね。タッチが変わっちゃうでしょ、トレースすると。これしょうがないよね。しまって、この辺もいいや。目立つところ。この辺か。ペンギンマンさん、ありがとう。どうしても機械的になっちゃうんだよね。だからね、これはデジタルとアナログの違いだよね。意外と知られてないけどさ、CD よりもレコード版の方が音綺麗って知ってたのじゃん。音楽もそうなの。アナログの方が音が綺麗の。意外とみんな知らない。綺麗っていうか、人間的に綺麗に聞こえるわけじゃないんだけど、情報量はアナログの方が多い。音楽好きな人、いまだにレコード聞くのはそれな。うせえな。この辺しょうがねえな。ああ、よかった。まだ間に合うかな。のんちゃん、配信者じゃない。
あ、普段の日常会話でってこと？こんな感じだよね俺ら、うん、ずっと俺が喋ってるだけだよね、うん、でも普段配信外俺無口だよね、うん、今 T シャツ作ってる。捨て頃で着る、リスナーさんが着る T シャツ、ワドリス T シャツだよ。結構かっこいい、なんかね、良さげな、俺が作ったにしては良さげになりそうだよね。思わない。そのさ、パターンとか勉強してるじゃん、のんちゃん、うん、パターンとか書けないの？え？そう、今度パターンで T シャツ作ろうよ、次回作は。書けると思う。のりこパターンってあるの？特にないの。うひゃー、いっぱいある。キャーキャーだよ、もう。のんちゃん、夏バテしないでね、だってよ。くーさん、ありがとう。のんちゃん、いつもバテてるもんね。うん。夏だけじゃないよね、うん、のりこを舐めたらいけない。この辺かっこいいね。あ、でもなんか良くなりそうじゃね、うん、ねえ、いい感じになりそうだ。かっこいいよね。
はい、おつつ、リオニアいらっしゃい。俺ポチポチ赤くしてくからコメントさばいててんじゃん。バドツこんにちは。クロスケさんこんにちは。あった、これ血液なんだ。そうか、返り血なんだ。これは直樹兄さんの飛び散った血液なんだ。返り血なんだよ。リオナさんありがとう。のりこの筆の動きが一緒だから、うん、あ、似てるね。ここまで無理だよ、おい。いや、一旦これでやらせて、うん、ちょっとここの部分そんな感じでいいんじゃないかな。いいかね、うん。考えたけど強行突破するしかないな。どうしよう。あー、どうしよう。どうしようかな。あー、俺が間違えたっぽいな。嘘だろう、どうしよう。うわー、手順間違えた。どうすっか。気合いでいくしかねえな。
あ、白黒がやっぱかっこいいね、うん、思わない？そうだね、だよね。赤だけ、赤単色より白黒でも高えもんな、値段無理だよ。白黒で作るの圧倒的にかっこいいねこれ。うん、悔しいな。レイヤーからいくわ。レイヤーすっげえ、こんなのね。複合パス、あーどうしよう、値段跳ね上がってもやるべきかな。絶対白黒だよねこれ、そう思わない？うん、赤字覚悟でやる。絶対白黒だよね、そんな気がする。全然かっこいいよ。睡眠はちゃんと取れてます。あ、カズさん、カズいるよ。私も起きます。着るのっていうか、着るよって。ただでもらおうとしたから買えって怒った。ふざけんなっつって。ね、うん。うん、見つけやすいよ、着てる人でうろうろしてるから。っていうか和道リスナーで旗作ったから、あのすぐわかるよ。まずこれ、和道リスナーこの旗のもとに集合。これが和道物販席だから、なんか休憩とかここに集合したら和道リスナー集合するから、この旗集合ね。カズ、待機場所。今のあの旗があるところが俺の物販席だから。ずっとそこにいたら試合見れない。外かもしんないから。前回中だったけどね。脳みそみたいだ、かっこいいな。
どうしようかな、白で行きたいよな。あー迷う。迷いますとも。これリスナー相談だな。ダメだ、もうこれ以上価格上げるの無理。やっぱりだから、あのどっちのカラーがいいか相談しよう。最後にN5000円以上になったら売れないよ。やべえ、もうこんな時間。すごいね。あ、なんか投げ銭が始まったらしいね、今日ニコ生で。今日からスタート。すごいね、野田。2時間で100万円さっき70いくらって言ってたから、すごい。もう稼ぎまくってんでしょ。物販って何時から？物販はもうオープンからずっとやってる。オープンから。ただ試合が始まったら移動ができないから、うん、あの休憩時間と、要はみんな前乗りで、あの遊んでるんだよ、会場のところで。配信者出待ちしたりして、で物販はもうずっとやってるから、遊びに早めに来て遊んでればいいんだよ。俺らもだって会場にいるから。え、なんだこれ、変なんだった。あ、変なんだった。え、なにこれ、え、なにこれ。あー、うぜえ。あ、よかった。遊んでな、会場で。なつさん、こんにちは。うなちゃんマン嫉妬中だって野田が稼いでるからざまぁ。嫉妬の塊だからな、うな。
ーすげえだれ。これやばいな。え？俺全然どうでもいいと思ってる。明日納品でもいいって言われてるな、この7割なのすげえじゃん。え、何それは額縁、要はリスナーさんが投げた額が100万ってこと？まあそれでもすげえな、50万だもんな、うん、早起きすると地球滅亡するの。6割が本命ってさ、それさ思うんだけど、もうそれが俺ニコ生のまずダメなところだと思ってて、そのもうサービスが始まってるのに明確にはっきりしてない時点で信用できない。絶対トラブルになるから後で。ここがまずダメ、会社として。と思わない？サービスが始まってて、いくらもらえるのかわからないっていう会社と契約できないよ。それが俺ニコ生の嫌いなところ。だから前回もそれ騙されたから、1週間ぐらいやって3、4万入るって書いてあったのに0円だったからね、最終的に。だから結局大手にしか金払わねえから、あそこ。そういう体質なんだよ、あそこは。もうリスナーと配信者を金としか思ってない。ニコ生運営ほんとクソだよ。運営のクソっぷりも笑えるもんね。だからニコ生ユーザーが言うぐらいだもん。ほんと運営クソって。で、今更何やってんのっていうレベルじゃん。対応とかも。
いや、しかもなんかクリショーと連動だから結局金入ってくるの数ヶ月後だと思うの。無理だよ、日銭が欲しいんだもん俺らは。その日暮らしなんだから4ヶ月も待てるわけないじゃん。配信者が稼いでるやつは別だよ、関信吾とか野田ゾーリとか。だけどさ、普通の一般配信者が参入できるわけがないよ。ふわっちのいいところは、だってもうフリ、なんつうの、アイテム渡したらもうその場でコンビニでバッとお金引き出せるんだもん。それが最大のメリットなんだって。まあ俺はでもね、今回ねニコ生が投げ銭やったのいいことだと思ってて、なんでかっていうと、なんだ、ふわ、割合とかが変わったらふわっちのライバル意識するじゃん。だから待遇が良くなる可能性があるの、ふわっちが危機感持って。だから俺はもう完全ふわっち側、ここの運営マジで信用できるから。変な対応されたことが一回もないって異常だからね。本来それが仕事として普通なんだよ。ここの会社はマジですごい、ふわっちは。俺はふわっちに残るよ。ニコ生なんか死んでもいかねえわ、あんなクソみてえなサイト。ていうか俺らからするとさ、野田が100万稼いでるとかさ、散々ね、あの投げ銭拒否してたやつらで結局それかよって感じじゃん。遅えよって感じだよな、俺らからすると。そんなんお前何2年前に俺らが経験してることじゃんっていう。今さら何言ってんのみたいな。そう思いません？今更感半端なくない？その感動を俺らとっくに味わってるみたいな。長い目で見たら絶対ふわっちやってた方がいいから。ふわっちが配信会の流れ変えたよな、完全に。ありがとう、アイテムありがとう。野田つもりもついに稼ぐ楽しさを、配信で稼ぐ楽しさを分かってしまったか。でもどうせ子さん組がさ、稼げるようになったからつまんなくなったっていうだけなんだから、もう目に見えてるよ。特にニコ生の配信者って嫉妬のコンテンツだから、いかにクズやっていかに貧乏かが売りなわけじゃん。リスナー離れると思うよ、あのやり、あのニコ生系の人たちは。そういう手があるのか。あー、なるほど。それも一つの作戦だな。そう。でも俺は絶対後で揉めると思ってる、個人的には。ニコ生が裏切ってくれるっていう信頼感は半端じゃないから、俺の中でニコ生は絶対裏切ってくれんの。てかあんなさ、その従業員の気分でバンにしたりするようなサイトとやりたくないもん。付き合いしたくない。
どうなんだろうね。アイテムありがとう。スタッフさんはどつ。
ほんじゃこんな感じになったらどう？伝わんねえ。のんちゃん、こんな感じになったらどう？見てる？こんな感じになっちゃうんだよね。白じゃない？白だよね。どうよ、来て。あとバランス。どうすればいいとかある？拡大するね。これは多分実寸ぐらいの大きさ。白だね。付け加えたいとかあったら、簡単にできることであれば。どこ？だよね、俺も思った。ここでしょ？パツンってなっちゃってるから。そう、だから言ったじゃん、それ絵のはフレームアウトしないでくれって。こういうことよ。ここどう、うん、丸く削る感じ。丸くね。パツって切っていいの？丸く、もうそれしかない。これくらい切ってみる、どのツールだったっけな。パスファインダー、合体、全面オブジェクトとかあったんだっけ。あ、逆だ。全面オブジェクトで型を抜くんだから、合体か。
感じがいいね。これでいい？ちょっと待って。これだとでもダメだ。もう少し小さくしないと。あ、そうなんだ。いいじゃん、いいじゃん。でしょ。でも俺が線描けないから。どうしようか。セクシュ空間で入れない方がかっこいいかな。シンプルにのんちゃんの絵だけの方がかっこよくない？そんな気するよね。文字消してもいい？のりこのイラストに文字ダサいわ。セクシュ空間消そう。これ多分いらない。のりこの絵だけの方がかっこいい。こっちの方がかっこいいよね。だよね。こっちだけにするよ。この方かっこいいよね。うん、この方がいいよね。これは赤くしちゃうとこうなる。あ、違うか。見たい。今こんな感じ。今こんな感じ。
まあ、ノリコっぽいよね。ニコ生今日からみたいだね。文字いらないよね。これダーンってプリントされてた方がかっこいいよね。どうする、ノリコのデザインだから。字が入るとダサいんだって。絶対ダサいって言われるよ。どうぞ雑にやれよ。ダサいでしょ。そう、バックプリントって何？背中みたい。背中？うん、ダサいよね。これだけの方が絶対いいよね。絶対いい。あれ？あれ？こっちの方が良くない？ない方がいいよね。ありがとう。アイテムありがとう。どうすっか。ここの部分でしょ、うん、とちょっと鼻とかね。いや俺もそうなるなと思って、ここの部分もだから細かすぎるんだって。ぐちゃぐちゃって書いちゃったから影の部分が潰れてそうなってんの。わかる、ない方かっこいい。のりこだけでいこうか。全面プリントはさてどうする。なんちゃん どうしたいか言って。黒くしたい。目を目を真っ黒にするの、ここを、うん、だパスが統合されてるから。どうしよう。イラストレーターの概念わかる？ここを黒くするには絵を上にはめ込むかパスを切り抜かないといけないんだけど、俺がパスを引けない、線を描けないの。どうする。2つあって、のりこが目だけを描く、でも独立して目を描くとここにはまるかどうかわかんないじゃん。で目を描いてそこにそのはめ込むっていう手法と、あと直接のりこはパソコンで線引くかっていう。でものんちゃんがパソコン多分使えないから、それかデザインをもう一回書き直すか。もうこれを念頭に入れて、かもしくは俺の目入れる。俺の目のデータどっかにあるかな。あーないな。こう真っ黒にしたいの、こっちのイメージ。こっちのイメージはだから反転なんだって。いやじゃあ反転しても同じなんだって。じゃあ今見せるよ。例えばこれが白になってこれが黒になるだけなんだから、こうでしょ。なこう、あなんだこれ、んなんだこうなんだ。が統合されてるからこうなっちゃうのか。え？でもそれは白と黒が変わるだけだから一緒だよ。言ってる意味わかる。地道に塗るってどういうこと？黒で。ここを抜きたいってこと？黒く。線を切るタイミングを教えて。じゃあどことどこを切ってって言って、どこまでが目なのか俺が判断できない。来て
なんか言ったじゃん。こうずっと来てるでしょ、うん、でこう来て、パスをどこで打てばいいんだ。簡単に言うと、ここと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 こと、こういう風には抜けるんだけど、これを細かいレベルでやると、じゃあこっちから行こう。どこって言ってまずアンカーポイント。起点。こっからこう黒く。これだからトレースできないって俺が。ここまでの。要はこの線をどうすればいいんだろう。パスをカットすればいいのかな。いや、俺がその技術がない。やりたいことは分かるけど、だからどういうことかっていうと、こうやって打つじゃん、うん、こうにする、悪くなっちゃうんだって。ずれていくの。わかる？言ってる意味。その部分を、うん、その周りをペンツールで、うん、黒く塗れない。黒く塗ってるじゃん。ん？どういうこと？ペンツールで。じゃあそれはフォトショップなんだって。多分フォトショップでしょ使ってたの。イラストレーター？フォトショップでしょ。線なのね。イラストレーターは線の概念なの、うん、でフォトショップは点の概念なのね。点一個一個の点をギューって引いたらなるんだけど、イラストレーターはそれに向いてないの。うん、どうすっかな、うん、いやのりこが言いたいことは分かるんだけど、だからあのね、それ前もって伝えてたのよ俺は。もうこうなるって分かってたから。だけどのりこがその要はパソコンのイメージと自分の手書きのイメージがずれてたのよ。だから今統合したの俺とのりこの。あ、やっぱここ問題点だねっていうのが。うん、どうしよう。でも言ってる意味わかるよすごく。でも現実的に要はのりこが多分絵を描いた方が早いと思う、それをやるんだったら。でも言いたいことはわかる。で明日入校で間に合うかな。これをあれで消せばいいんじゃないの、うん、修正液で。それだそれだ、のりこそれでいこう。でのりこじゃあ修正液やっぱそうなるでしょ、うん、だから修正液持ってる、うん、持ってない。どうすればいい？修正液が売ってる？筆で書く？うん、何でもいいんだけど、やっぱこれのやっぱ線のギリギリの太さがこの線ですら、この線太くしたでしょ？それでこのレベルなのよ。この辺の これが限界の太さぐらいに。だこの辺の細かいところっていうのは全部。なんつうんだろう、こうなっちゃうんだよ、潰れちゃうの。まあ、これはこれでいいんだけど、味があってどうしよう。修正液買ってくる。修正液だとだけどぼやっと丸い感じになっちゃわない、タッチが。修正液と修正ペン。修正ペン？ペンタイプのあんの？どこに売ってんの？え？
界道行く今から。あ、でもコンビニでも分かんない俺は。それは買ったことがないから。コンビニで売ってる、うん、買ってきて。じゃあじゃあこれ一回なしでいいの。うん、うん、OK、一回じゃあなしね。のりこが言わんとしてることわかる。こういうイメージじゃないっていう。こうね、目の部分がつぶ潰れてるっていうか、目の部分をやっぱ黒くしたいんだよのりこは。でもデザイン自体かっこいいでしょ、思ってたより。いいでしょ、よくない？コンビニ行ってきて、うん、でダメだったら教えて、うん、だったら100均？100均先に行った方が早くない？売ってっかなコンビニ。あると思うよ。はいはい、多分ね俺の顔をねかぶせちゃうとね、ちょっとデザインが狂うと思う。だからね、これはねもうのりこの感覚と俺とのりこのゴールはもう完全頭の中一致してんの分かるの。だからねもうちょい待って、いいものができるよ。そう、問題点は同じところを見てるから大丈夫。まあいいデザインだと思うんだよね。よし、これはね、OK、いい質問なんだけど、絵を画家じゃん、のりこは。で、画家じゃん。で、俺は、まあ、初心者クラスのフォトショップイラストレーターは使えるの。もう超初心的なこと。だけど、今度、フォトショップ持ってるくらいのリスナーさん、まあ、例えばカオスとかだと、カオスの画風とのりこの画風が違うから、おそらく嫌だっていうの。絵描く人だったらわかると思うんだけど、のりこの頭の中の構図とその人の作風がずれるのよ。だから今さ、ドラゴンボールの鳥山明が、別の人が描いてんの、ドラゴンボールを。で、絵がめちゃめちゃうまいんだけど、やっぱりみんな違和感を感じるの。絵はまんまドラゴンボールの最前、もう最盛期ぐらいの絵を描ける人が見つかったの。だけど何が狂ってるかっていうと、今度小回りが狂ってるの。だから鳥山明っぽくないっていうか、ドラゴンボールっぽくなくなっちゃってるの。それ今話題になってるんだけど、そういうね細かいズレが出てくるから、でもうのりこにやってもらうしかない、これは。でのりこに慣れてもらうしかない。そう、一つの作品だから。そうで、そうするとのりこが自分の作品じゃなくなっちゃうのよ。でも最初からプロジェクトで共同で作るだったら納得できるのね。だから俺とのりこのプロジェクトだから2人が納得するまで同じ目線見れるんだけど、途中から入ってくると多分その人 にも迷惑かかるし、俺らがいいものを作れなくなっちゃう。納得できる、難しいんだよ。
だからそのデザイナーさんに頼むときはこのデザイナーさんにこの作品、このデザイナーさんにこの作品っていうのが、うん、一番いい。でもね、俺はね、ちょっと今嬉しいんだよね。のんちゃんはほら、あんまり画を出さないでしょ。絵も描きたく、あんまり描きたがらないじゃん。でも今こだわったでしょ。ちょっと、クリエイターの心戻ってきたのがちょっと嬉しいね。これじゃあ嫌だっていうのが出てきたわけじゃん。やっぱ作家なんだよ、あの人は。適当だったらさ、これでいいよってなるわけじゃん。何でもいいよって、かっこいいよ和道さんっていうのがこだわりがあったでしょ。違うって目で伝わるわけじゃん、リアクションと反応で。これじゃダメだっていう、あれは嬉しいね。まあ、のりこが納得いくまでやる、それの手伝い。あのね、小さくすると線が潰れるっていうかね、のりこはほらアナログの人だから、その頭の中でそのこれでいいだろうっていうさ、これ単体として作品として見るじゃん。だけどそのここに入る感覚と印刷のっていう制限が入ってくるのよ今度。あの T シャツとか作ったらわかるけど、その線が何ピクセルまでとかどこまでできますっていう制限の中でどれくらいの表現をするのかっていう。例えば絵だったらさ、もうど細いペンで描き込むとかいくらでもできるわけだ。だけどね、そう T シャツにするって なるとまたその制限の中でどう表現するのかっていう風になるから。またありがとうアイテム。そうなんだよ、まあ、線が潰れる、とかいろいろあるの。テイストとしてはこれで正解だったと思うんだけど、その細かい部分っていうのは、確かに目の部分が力を強調させたいんだと思うんだよね。目と鼻なんだよ俺は、問題があるとするなら。あとその外角、要は細かいことを言うと、それ最初に言ったんだけどね、要はこの四角の中で表現してるわけ、のりこは。だからここまで描き切っちゃってるの分かる、下まで。まあ画家ってそうじゃん。だけどこの真ん中に収めてくれないとプリントした時にカクってなるのよ。ここは直線的な円になるの分かる、この部分が。とかそういうところもその中にちょっとこう収まるようにしないと、ここの部分カットした時にこの部分が切れちゃうのよっていうのがある。少し難しいんだけど、だから完成図は俺は見えてたから、何個もステッカー作ったりしたから先に分かってたんだけど、のりこが今初めてそのイラストレーターの中で見たから、あこうなっちゃうんだって把握できたの。だ今その元の絵を修正、元の絵をこうやって仕上げないといけないんだっていうのが分かった。よくなるよ。そして1時間半の工程が今潰れてしまったよ。もう一回やり直し。まあ、スクラップ&ビルドね。失敗して次に行けるっていう。
無駄はない、失敗はない。断環塾楽しみだな。この部分が潰れちゃってるんだよな。俺が最初からでっかいので買ってあげればよかったんだよね。これの倍の幅で書いてっつったらのりこ楽だったんだよ。俺も勉強になったな。今度からこれのスケッチブック買ってあげよう。多分ねこの幅で書いたら大丈夫なんだよ。そうしよう、スケッチブック買ってあげよう。新しいの、そうだ、これが小さすぎるんだ。これでやったらいいんだ。あった、売ってた、よし、のりこ頼むぞ、頑張ろう。どんな感じ、筆で見せて、勉強したよ俺も。うん、修正の筆があるの今。ペン、あーテープか、なるほどなるほど、いいねいいね、なるほど。いくら、1000円、1000円、いいよいいよ、今忘れるから。あ、ごめん、5000円しかないから。うん、7割還元、すごいねファブ。え、ちょっと待って待って待って、のんちゃん細かいところミーティングしよう。その前に確認、目の部分はそうなんだけど、俺的には鼻も少しその黒さっていうの、元の絵持ってきて。ふわっちは終わらないと思う。あ、黒なんだ。で線の感覚、これここもさ、もう少し輪郭取った方がいいじゃん。でこの線は潰れて、このくらいの太さはっていう感覚を見てほしいの。言ってる意味わかる？ここはどうか、ここもうちょいで白がでかい方がよくない、うん、とか、うん、線の感覚、どのくらいの線をやんないと、結局俺が工程増えちゃうから、うん、さっき分かったでしょ、このちっこい点とかをさ潰さないといけない、てん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 とかやめてほしいの。グーってパスで引いて塗りつぶしてほしい、うん、輪郭細すぎたらダメで、太めにとって少しお願いします。じゃあ次枠行こうか、一回雑談しようか。ニコ生の投げ銭システムについて語ろうか、どうすか。じゃあ次枠行きます。お疲れ様